シジミの産地として全国的にも知られる13湖でシジミ漁が解禁され、漁業者がおよそ半年ぶりの漁に出ました。午前7時過ぎ、漁が解禁された13湖では2つの漁協を合わせておよそ150の船が一斉にシジミ漁に繰り出しました。シジミ漁はジョレンと呼ばれる道具を使い、湖の底の砂の中からシジミをすくって、中に残った一定サイズ以上のものだけを取ります。また資源保護のために漁獲制限があり、時間は午前11時まで。水揚げ量は船1隻あたり1箱70キロの木箱で2箱、合計140キロまでと決められています。今年はこの時期としては水温が高く、湖の底の砂の下深くに潜ったものが少ないことから、順調な滑り出しです。今年は暖冬で、春からずっとこう暖かい日が続いていたせいもあったのか、例年よりはしじみ取れたような感覚が全体的にあります。夏場に向けて、しじみのこうピークに向けてですね、どんどんしじみが取れるようになってくれればと期待しているところです。漁から戻った漁師は、中身が入っていなかったり割れていたりする貝の仕分け作業に取り掛かります。混ざっている石を取り除いた後、貝を手ですくって動かします。この時の音の違いを聞き分け、出荷の基準に満たないものを弾いていくということです。中身がないと、カラーン、なぜかこの辺でカラーンっていう音、それ一つ入ってるだけで、今度入札、うん、ダメかなーって、ほら売り物だから、ほらなるべくないように、うん、こういった手作業での細かい仕分けを経て、質の高い13個のシジミが消費者のもとに出荷されます。消費者の皆さんに、シジミの13個のシジミのですね、美味しいシジミを安定して、お届けできるように、漁協でも努めていきたいと思っていますので、ぜひ13個の美味しいシジミ、食べて、楽しんでください。13個のシジミ漁は産卵期にあたる7月から8月にかけての禁漁期間を除いて10月15日まで続きます。